13節、最初からじゃなくて神は真実な方ですからのところから読みたいと思います。第一コリント人への手紙10章13節、神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神様に拍手を捧げましょう。僕は自分の中で試練があったときにもう耐えられないと思うようなことがあります。皆さんもあると思います。しかしこの御言葉には耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません、むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますと神様は聖書を通して私たちに語ってくださいます。皆さんも僕もこの先いろいろな試練に通されることもあると思います。そんな時はこの聖書の言葉を思い出してください。そして耐えられないほどの試練に合わせることはしない愛のある神様を信じて求めてください。そうすれば神様は試練の時でも乗り越えられる力を与えてくださいます。以上です。皆さんこんばんは、ゲーマーカレンの部屋のコーナーです。このコーナーではゲストを呼んでいろんな質問をします。では今日のゲストを紹介します。プリンセスしずえ先生お願いします。インタビューを始める前に本日のスイーツを紹介します。ペティシエカナンさんお願いします。本日のお菓子は体調不良によるスーパーでの品揃えに乗せて点点点ブランチュールの焼き菓子でございます。ご賞味あれ。今回はカナンさんが体調不良によりスーパーから調達いたしました。普段は手作りの予定ですが静江先生味は間違いありません。一個どうぞ、お一つどうぞ。はい、ブランチュールでございます。ありがとうございます。はい、すいません、私です。この前はこの前は緊張して1回はお断りしたんですね。
お断りしなくてよかったです。こんな美味しいスイーツが食べられて、まさにここは天国であります。とっても感謝します。美味しいスイーツを準備してくださってありがとうございます。全部いただきます。ハレルヤでは静江先生にいろんな質問をしていきたいと思います。静江先生の出身地を教えてください。あ、生まれたところですね。実は沖縄県中上郡読谷村の木名で生まれました静江先生は何人家族ですか？私が生まれたお家の家族ですね。7名いました。父の国吉親友と言います。でもみんなでデイリーと呼んでいました。そして母が国吉春子で母ちゃんと呼んでいました。あとは長女が私でしーちゃんと呼ばれていましたね。次女は2番目の子が興味、ノーミとジャーニーがいましたね。ジャーニー、ヨシノリって本名はヨシノリですね。おじいがこんなアメリカ名前つけたら封じねえらんと言って、ヨハネのジャンでジャーニーだったんですけれども、ヨシノリという戸籍には載せられてしまいましたね。そして一番末っ子の弟は何だったかね。はいはい、ヨハネとヤコブは兄弟でしたのでジェイムスって言いますね。本当はニックネームですね。だからジェイミーと呼んでいましたね。でも当て字を入れてゼイムスってね、戸籍には載っていました。以上の7名家族でありました。ありがとうございます。何歳で結婚しましたか？それが19歳で結婚したんですね。もう本当に結婚するからにはお嫁さんは最低洗濯、ご飯を作ること、お掃除はしないといけないですね。それがもうお手伝いを何にもしないで山の馬のように育ったので、本当に手伝いをしなくて非常に結婚して困りましたというよりか、ご主人であります清英先生をいっぱい困らせました子供は何人ですか？3名イエス様が子供を与えてくださいました。どんな子どもたちでしたか？みんな神様が与えてくださって、それぞれ非常にユニークな子どもたちであります。最初の子どもはフーチと聖書の中のルツキですね。ルツキからポルトガル語でフーチと言いますので、そのままカタカナでフーチと名付けましたね。とってもフーチは長女ですので、どっかでテモーザってブラジル語で言いよったんですけれども、あんまり親の言うことをいちいち聞かない子で、いつも10数えるまでにやめないとお尻叩くよと言ってスパルタ教育をしてきました。そして聖先生が大切に大切にしていた昔はレコード版しかないですのでね、LP ね、なんか針がダイヤモンドの針があって、これの上に置くと賛美が流れるんですね。そしてとっても大切にして、非常に賛美が好きでしたので、家の中はいつも賛美が流れていましたね。そしてこんな貴重品壊したら
また賛美が聞こえなくなるので私も絶対触りませんでしたね。ところがフーチは変な子でまだちっちゃいのに4歳にもならなかったはず。あんな小さいけれども父親がかけるのをずっと見て観察して、そして父親がいないときになんで覚えたかわからないけれどもかけるんですね。そして賛美が聞きたかったと思いますね。あるときにちょっと壊したらバレてしまいますね。それでも絶対やめない、賛美を聞いて育って大きくなって今は賛美が上手になっております。そしてだから子供たちが何かを触るときには神様が導いてるということね、むやみやたらに止めない方がいいと思いました。また事情はとっても変わった子供で、一応叩いた覚えはないかもしれません。何かわからないけれどもはぐらかすというか笑ってはぐらかしてまたすぐ泣いてしまうので、叩いたことは記憶にありませんね。でも誰とでも友達になるのが上手で、学校では勉強よりも校長先生のそばにいて木の下でね、葉っぱを一生懸命履いて先生から褒められてボールペンをもらったのを喜んで帰ってきたんですね。そして勉強なんかへっちゃらで学校から帰ってきて一番だったよお母さん一番だよって非常に喜んで、ああクーリーにしたら珍しいなと思ったら後ろから一番だったよってもう別に点数が悪くてももう構わないっていう感じの明けっ広げな子で、そして学校から帰ってきたらカバンは置くんだけども友達と遊んだり、夕方になってもなかなか帰ってこない、たった一つのキナーの歯医者さんのグリーンシーカーというのがありまして、あそこでテレビをずっと見てるんですね。なぜならお家にはテレビなかったのですので、歯医者さんに行ってテレビをずっと見ていました。呼びに行かないと帰ってこない、とってもひょうきんな子供でありました。3番目の息子はエイミーといってよくやんちゃして、一回は色に落ちてしまってそれをわからないで、まだ4歳か3歳の時ですね、色に落ちたことを全然気づきませんでした。前のお家を新築していたので汽車場にいた時ですけれども、クーリーが来ておろおろしながらエイミーが色に落ちてるよと言ったので、もうびっくりして、自分の母親も一緒に住んでいましたので一緒に行くと、もう本当に色に落ちていて、もうやがてでもう命を失うところでしたね。神様が助けてくださって色からあげましたね。そして私はつい最近知ったことですけれども、抱きしめてあげたらよかったんですけれども、命拾いしたからね、私は逆になんでこんなやんちゃなことをしたのってお尻をパチ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 して叩いて、もう大変な愛がない母親だったんだなということをね、失敗したこといっぱいありました。そしてもらう賜物があって、よくいろんな人から水槽の壊れたのとか、またおもちゃが壊れたのをよくエイミーはもらってくるんですね。そしてそれを昔はなかなか買ってあげきれなかったので、聖医先生が器用ですからきれいに直してあげて、壊れた水槽を直してそれに水入れてまた魚を養ったり、とっても変わった子どもでありました。また宣教師からも何でかわからないけれども神様が示したと思います、時計をもらったりして、よくいろんな人から与えられるんですね。それとあと一つは、多分
与えられた時とっても嬉しかったと思うんですね。よく捧げる衣でした。本当にこれは自慢してじゃなくて、本当に心から喜んで、学校のお友達とか、また病気してる兄弟姉妹も一緒に行ってお祈りしたり、よくこんなのをしよったんですね。つい最近もとしやさんの妹さんから、この前ありがとうございました、お兄ちゃんが来て、よくお兄ちゃんと言うんですけれども、お兄ちゃんが来て、お母さんの里子さんが長い間中病院に入院していましたので、お見舞いって持ってきていましたよってね。ああ、珍しいね、こっちでは何も何々したよとか言わないんですけれども、喜んでよくイエス様に捧げていたことをとても感謝したいと思います。だ、喋りすぎましたけれども、本当に神様がこの子育てを通して私を訓練してくださり、失敗とかスパルタ教育をしてもう本当にすまなかったと、心が責められるところもありますけれども、主は今日の日まで五体満足で死なないで、今日まで一緒に教会にいることをイエス様に心から感謝したいと思います。いつから教会に来るようになりましたか？それは5歳ぐらいの時ですね。それまでキナーの方でおじいおば9名家族ですね、おじさん2人もまだ小さかったですので、大家族で暮らしておりました。そして一般の家庭のようにイエス様のことなんか知らなくて、家には仏壇がありまして、お盆やお正月になるとおばあのそばに座らされて、とうとうとしなさい、良い子にしてくださいと拝んでってね、言われるままにわからないで拝んでいたんですね。でも5歳の時ですね、幼稚園生ぐらいの時に神様は憐れんでくださって、第一番の初歩として父のデイリーを生まれ変わらせてくださいましたね。神様はデイリーを教会に導いてくださって、また教会を通してみんながクリスチャンがトラクトがありますね、これを配って、人々に配っている伝道というのを見て、ああ自分もたくさん配りたいって、教会からトラクトをいっぱいもらって、いつも読谷から汽車場まで、汽車場の世の光教会まで通っていましたから、意味もわからないながらトラクトをバスの人全員に配っていたんですね。あの当時は伝道が自由でしたので、バス乗り場で待っている時でも、どこでも職場でもいっぱいトラクトを配っていたんですね。してところが自分は日本語なのであんまり読み切れなくて、自分はこのトラクトを読んだことがない、人にはあげるけど、そしてあなたは何の神を信じてるんですかって聞かれたら説明できないから、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を信じていますよって、クリスチャンの言う真似をしてね、そういうふうに言ってたんですね。ところがある日、たった1枚のトラクトが残ってしまって、自分は1回も読んだことがないって、初めて開いてトラクトを、ひらがなはちょっと読めましたので、読み始めたんですね。聖霊様が働いて、もう涙が出そうになって、神様待ってください、お家に着いたらお祈りしたいと思いますので、ここで泣いたらまた夫婦喧嘩したか何かとみんなに思われるので、涙をこらえてお家に着いたらすぐ戸を閉めて、イエス様にお祈りして、聖霊様が罪を示してくださったんですね。あなたはこういう悪いこともしてきたでしょう、人をごまかしたり嘘ついたりいろんなことしたでしょう、これは罪ですよ、この罪を持ったままでは
天国で入れませんよ。でもイエス様はあなたの代わりに罰を受けて十字架で釘打たれて命を捨ててくださいましたよ。あなたも今日イエス様を信じなさいってトラクトに書かれてあったんですね。もう本当にもう泣いて泣いてイエス様を受け入れて、その日からイエス様を信じてクリスチャンになったんですね。生まれ変わることができたんですね。それからもう次の日から家族に伝道するようになったんですね。最初はもう反対されましたけれども、イエス様を信じてこの喜びは抑えることができない、この奥さんである母ちゃんやまたおじいおばあにも伝道して、また子供たちにも伝道して教会に行くようになったんですね。本当にイエス様にこの大革命を起こしてくださったイエス様に感謝したいと思います。この憐れみをイエス様に感謝します。最後の質問です。イエス様を信じてよかったことを教えてください。アーメン、感謝です。イエス様を信じてよかったことは、本当にどんな時でも今日の御言葉の励ましでね、ともゆきくんが御言葉を読みましたけれども、生きているということは嬉しくなったり喜んだり、でも時には悲しくなる時、心配になる時もあります。でもその時にイエス様は耐えられないような、もうこれ以上無理ですっていうようなことでも、イエス様は逃れる道もね、与えてくださるってね、その通りであります。今日の日まで数々いろんなことがありましたけれども、イエス様にお祈りする時にイエス様は私のうちに勇気を与えてくださり、またもう一度立ち上がる力も与えてくださることを感謝したいと思います。もちろんまた病気になることも死にそうになる時にもあったんですけれども、イエス様はその中からもう一度憐れんで癒してくださり、健康にしてくださったこと、今日私がここに座ってイエス様の証しをしていることも、これ自体が大きな奇跡であります。そのまとめて御言葉を読まさせてください。詩編の御言葉をお読みしたいと思います。103編2節から5節まで。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。ここに全部書かれていますことを感謝します。イエス様はやっとカットの人生ではなくて、わしのように新しくしてくださる、良いもので満たしてくださると、本当にイエス様が与えてくださった大好きな家族、大好きな兄弟姉妹、私にとって心からの大きな支えであります。ノーブーがアーメンと今さっき聞こえてきました。すべての栄光イエス様にお返します。アーメン。今日はゲーマーカレンの部屋に出てくれてありがとうございました。また次の機会があればよろしくお願いします。ぜひお願いします。アーメン。以上カレンの部屋コーナーでした。アーメン。ルカによる福音書の4章の4節っていうところです。ルカによる福音書4章の4節、
4章の4節を、それではカレンさんお願いします。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。イエス様に拍手を下げたいと思います。それでは一言お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、今日の素晴らしいユースワシップを感謝します。証や賛美、すべて御言葉、一つ一つ、また教会の子どもたちが本当に神様に仕えているこの姿、恵み祝福を感謝いたします。どうかこれからもこのユースワシップの子どもたち一人一人が、また将来神様に豊かに用いられるものとなりますように祝福してください。イエスキリストの御名で感謝してお祈りします。アーメン。人はパンだけで生きるのではないっていう御言葉から読んでいきたいと思います。これは出エジプト記っていうところで、イスラエルの人たちがエジプトの国に支配されていた時に、荒野で40年ぐらいって言ったらダメですね、40年、何もないとこ砂漠で住んでいた時がありました。イスラエルの人たちが、で全部で400万とか600万とか 大勢の人でエジプトから出てきたので大変だったんですね。人間だけでも一人でも、ヒロシのぼっちキャンプってよく見るんですけど、何もないところに出ていくと大変なんですね。火を起こし、今はもうナイフもあるし、火を起こすシュッて火花が飛び散るのもあるし、鍋もあるし便利なんですけど、出エジプトの時代、今からだいたい4000年も昔ぐらいって考えると、とっても大変だったと思います。もうあの当時のものでエジプトから出て砂漠で暮らすっていうことは、聖書読んだら出てくるんですけど、だったらエジプトの方が良かったんじゃないって思うのも分かるんですね。僕でも一緒につぶやいたと思うんですよ、天幕で。まだエジプトが良かったよねって。だけれども神様は今日の御言葉でこう書いてるんですね。人はパンだけで生きるのではない。なぜパンって書いてるかというと、エジプトの国を出た後に砂漠で食べたものは、マナというものを食べたんですね。マナっていうのは天使が食べる食べ物だったって、今でも、マルボーロっていうお菓子があるんですけど、それは、マナをイメージして作ったって聖書学校の時の先生が言ってたんですね。クリスチャン系の人だったのか、そこまでちょっと忘れてしまいましたが、非常に口の中で溶けるような柔らかいような、腹を満たすのに十分だったっていうものなんですね。それをイスラエルの民は食べていた。そしてカナンの地っていうところに40年経って入った後は、そこにそこの、地面から出る食べ物、果物とかいろいろなものを食べるっていう祝福っていう意味があったので、マナが降るのが止んだって。神様はこの砂漠の中にいる時に、苦しい時にマナっていうものでイスラエルの民が十分な暑さや夜の寒さ、またいろいろな肉のタンパク質や僕たちが好きな昆布から出るグルタミン酸や鰹節から出るイノシン酸で味噌汁を食べたり、美味しいだしを取ったり、7対3が一番いいんですね。本当にこの貴重な栄養、タンパク、またいろいろなこの脂質も、すべての栄養がマナの中に入っていたってことなんですね。アーメン。ですので僕たちはこの神様がなんでこういうことを言ったかというと、
ここを読んでみると皆さんよくわかると思うんですけれども、悪魔っていうのが出てくるんですね。悪魔っていうのがイエス様に、あのイエス様もこの時は40日間、1ヶ月ともう少し砂漠にいたって感じです。アラノっていうところ、何もないところ断食して、そしてその悪魔が近づいてきて、お腹空いてるんだったら石ころがいっぱいあるのでパンになるように命じて食べたらいいじゃないって言ってきたんですね。なぜかというと、本当にイエス様は神様なので、やれば本当にできる力は持っているんだけれども、神様の力は、まあ、ちょっと今話がずれますが、イスラエルの民もそのこのルカの時にはローマっていうところに支配されてたので、あ、イエス様こそローマから支配から解放してくれるのかなと思ったら、神様は私はそのために来たのではない、一人一人が心の救いを受け入れて本当に解放され罪許されて天国に行くために子羊として来たということを宣言したんです。この政治的なことで救うとか、いかにもマジックのように私がこうするよ、見ておきなさいよって何かをやって、ほら私を拝みなさいっていうようなつもりでイエス様来たんじゃないです。イエス様が来た目的は、イエス様の口から出る一つ一つの言葉でみんながそれを聞いて救われるように、その意味で来たんですね。僕たちが2000年経ってこのパンというのはこの聖書の御言葉なので、この聖書の御言葉を読むときにそれは全ての栄養が入ってるんですね。ですので今日言った、今日聖書に書いてあるルカによる福音書4章の4節、短い1節だったとしても、これを本当に心から信じて神様感謝します受け取るときには、この1節の中に僕が生きていく全ての人生の力をこの1節から受けることができるんですね。アメン。ですので神様はこんなにいっぱい分厚い神様の言葉が書かれているので、絶対に人生の中で必要な御言葉がどっかにあるはずなんですね。アーメン。本当にこの新明記っていうところを、あの8章っていうところを見てみると、この御言葉、今日イエス様が引用した御言葉が書いてるんです。なぜならイエス様も12歳の時に律法学者、年齢はすみません忘れてください、あの律法学者の中に真ん中に座って質問したりしていたっていうところが聖書に書いてるんです。イエス様は確かに創出レビ民申命記の5つをですね暗記してたんです。暗記してどこに何が書いてあるっていうことがわからないとそういう言葉が出てこないんですね。イエス様は誠の自分自身が命のパンだったので、イエス様自身もだから私が神だから私の言葉によってモーセもモーセ五章を書いたので、私はイエス様神だからもう覚える必要はないっていうんではなくて、従順に聖書の御言葉を覚えてたんですね。アーメン。なぜかというとイエス様も少女マリアから生まれて、人間の本当に信之君のように本当に肉を持っておしめも変えたと思うし、お母さんからミルクも飲んだと思うし、ちゃんと成長してきたんですね。僕がカイランを小さい時から見てきたように、イエス様も小さい時からヨセフとマリアに育てられて少しずつ成長していったんですね。神様だからといってスーパー一瞬で一日に大人になって平易とかしてたんじゃないですね。ちゃんと小さい時からいろいろなことがあったと思うんです。イエス様は御言葉を覚えたんですね。アーメン。ですので僕たちもこの御言葉を読んでいきたいと思うんですね。そしてマナの注意点として、神様はこういうことを言いました。家族ごイスラエルの民っていうふうに、民で 大きくくくれるんですけれども、厳密に言うと部族っていうのがあったんです。12の、そして部族の中にもさらにあの家族、僕たちの何々家何々家ってあるように家族があったので、家族ごとにこのマナを集めていいよって言ったんです。そしてありがとう。そしてマナを集める理由と、この原則としては1日の分だけ取ってねっていうことだったんですね。そして1日の分を超えて
よっしゃイエス様見て、あ、神様見てないし隣の家族を見てないしもうとっても面倒だから明日の分も取ろうってしたら、あの宇治が湧いてたっていうんですね、1日経つと。そして、ただし安息日といって土曜日何もしてはいけない日、その前の金曜日だけは明日の分も取っていいよってことだったんです。そうすると安息日は腐れなかったんですね。神様は僕たちが一日一日毎日一章でも今日のように一節でも御言葉を読むことを神様は望んでるんですね。なぜかというとそれが今日一日のすべての栄養が入ってるからなんですね。この一日を読むことによって朝ある人は読むかもしれないし、ある人は昼読むかもしれないし、ある人は夜、ね、いつ読むかもわからない。しかしいつ読んでもその必要な栄養が入ってることを私は信じます。そして皆様がそれを読むときには必ずイエス様を信じたので、イエス皆さんの心のとの内に入っている聖霊様が教えてくださると信じます。そして何回読んでる御言葉でも毎日新しいこの御言葉から教えられることがあると信じます。皆さんが毎日毎日一節でも読んでイエス様のように背丈も伸び神と人とに愛されたというように、彼らもモテすぎないでくれって言ってた非常に、あ、すみません今ずれましたね。そのように、御言葉とともに成長して皆さん神と人とに愛されて、伝道も祝福されますように、本当にユーサシップの皆さん、主の祝福がありますように。それではお祈りしたいと思います。父なる神様、今日御言葉、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるのである。神の言葉が僕たちの霊の魂の命であり祝福であり、すべての生きるための力であり希望であり慰めであることを感謝いたします。神様どうか、そしてこのユーサシップの子供たち一人一人、いろいろな受験や就職でいろいろな、壁もあるかもしれませんが、イエス様御言葉を通していつも力強めてくだ、力を与えてください。イエス様の皆によってどうか人生祝福してください。そしてユーサーシップではない大人の兄弟姉妹も豊かに祝福してください。イエス様の皆によって感謝してお祈りします。アーメン。